スティーブン・ドワーク・ジレンホールは、アメリカ合衆国の映画監督、詩人である。俳優のジェイク・ジレンホールとマギー・ジレンホールの、父親である。オハイオ州クリーブランドで生まれる。スウェーデン系とイングランド系の家系であり、父方は1652年に、スウェーデン女王クリスティーナにより、ジレンホールの名を授けられた、騎兵将校、ニスル・ガンネソン・ハールを祖先とする、ジレンホール家の出身である。 ペンシルベニア州ブライン、アタインで育ち、1972年にコネチカット州ハートフォードのトリニティカレッジで英語の学位を得て卒業する。大学時代は詩人のヒューオグデに支持した。1977年に脚本家のナオミ・ホナーと結婚するが、2009年に離婚する。ホナーとの間には女優のマギージ・ジレンホールと男優のジェイク・ジレンホールが生まれた。 また、マイアミヘラルド編集長のアンダース・ジレンホールは兄弟である。2011年7月、ジレンホールの映画、グラスルーツの共同プロデューサーであったキャスリーン・マンと再婚する。マンは二度の流産の後、2014年に息子を出産する。ピート・デクスターの同名小説を原作とする映画、パリ・ストラウトにより全米監督協会賞を受賞する。 1990年代からは、テレビシリーズの仕事が増え、ツインピークス、ナンバーズ天才数学者の事件ファイル、メンタリスト、幸せの処方箋、アーミーワイフ、ブルーブラッド NYPD 家族の絆などに参加する。2011年に、アン・ヘッシュ主演のテレビ映画、ガール・ファイトを監督したことで、再び全米監督協会賞にノミネートされる。 詩人としても活動しており、プレイリースクーナーやニムロードといった文芸誌に掲載されている。2006年6月に初の詩集、クラップトラップノーツフロムハリウッドが発売される。ありがとうございます。